ポール・ヘンリー・ニッツェは、アメリカ合衆国の政治家、外交官、実業家、国防次官補、海軍長官、国防副長官、戦略兵器制限交渉アメリカ代表団員を歴任した。冷戦期を通じて、戦後のアメリカの対外政策の形成に深く関与し、特に核戦略と軍備管理政策に対して重要な役割を果たした。日本語では、ニッツ。 ニッチェとも表記されることがある。ジョーンズ・ホープキンズ大学高等国際問題研究大学院の共同創設者でもある。1907年1月16日にマサチューセッツ州はマーストに誕生した。1928年にハーバード大学を卒業した。ディロン・ギード紹介に入社して投資銀行家としてのキャリアを積み、1937年には 同社副社長に就任する。翌年には、独立したが過労に倒れ、再び、リロン・ギリード紹介に副社長として復帰した。1940年6月に、ルーズベルト大統領の特別補佐官に就任した、ホレスタル社長に召喚されて、ホレスタルの補佐官として、行政府入りし、第二次世界大戦を経験する。戦後は、太平洋方面アメリカ戦略爆撃調査団、 副団長、国務省国際経済部次長などを歴任した。戦略爆撃調査団時代には、原爆投下後間もない広島と長崎を訪問調査している。1950年1月に、ジョージ・ケナンに代わって、国務省政策企画本部長に就任する。日世は、前任者のケナンより、ソ連の脅威を重大視しており、また、 核兵器の出現により戦争の性質が一変したと、スルケナミやブローディなどとは異なって、核時代においても戦争の性質は不変であり、ソ連の脅威に備えた戦力の充実と民間防衛体制の構築が不可欠であるとの発想を有していた。日誠の思想は後に、彼が中心となって起草し、アメリカの冷戦政策の指針となった。 国家安全保障会議文書68号に端的に示されることとなる。アイゼンハワー政権時代は外務教育財団会長を務める一方で、ジョンズ・ホープキンス大学高等国際問題研究大学院の創設を行うなど民間で活躍していた。しかし、ソ連によるスプートニク1号の打ち上げ成功を受けて設置された安全保障政策検討委員会では委員に招かれ、 戦力強化と民間防衛体制の構築を訴える調査報告を起草することとなった。その後国防次官補、海軍長官、国防副長官、戦略兵器制限交渉アメリカ代表団員を歴任する。1970年代後半に入ると、現在の危機に関する委員会に参加するなど、対素で担当政策に批判的な態度に転じた。 1981年からは中距離核戦力全廃条約交渉のアメリカ代表団代表。1984年から1989年まで大統領及び国務長官特別顧問を務める。1985年に大統領自由勲章を受賞した。2004年10月19日にワシントン DC で死去した。97歳だった。 ありがとうございます。